炭治郎遅れてしまったが俺も稽古にはい、えー、どうもこんにちゃのうちですさあ今回ですね緊急で動画回しているんですけどもまあ何のお話かというとですね、えー、10月の29日に、えー、テレビアニメ 鬼滅の刃柱稽古編の第一弾 PV の方が公開される可能性が非常に高いよというお話ですね。で、まあなんでかっていうとですね、そもそも現段階で柱稽古編のね、情報として公式さんから出ているものは、このね、うん、テレビアニメ化決定の時の PV のみなんですよね。 で、この PV が公開されてから、約4ヶ月間にわたって、え公式さんからのえ続報が一切えない状態になります。で、まあ、今回ですねえ、そんな感じで、まあ、29日にえ公式さんの、まあ、どでかいね、イベントっていうのが開催されますので、まあ、タイミング的に、 もう本当にベストなんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、柱稽古編のね、まあ、第一弾 PV、うん、アニメ本編の映像をチラ見せと、まあ、あとはね、ちょっとこう、大まかな放送時期のえ確定っていうのが、 まあ、あるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思っておりますね。まあ、あとは制作がねえ、実際に進んでいますよというお知らせも兼ねての、まあ、PV の公開っていうのが、まあ、あるんじゃないかなと、まあ、思って おりますね、で、まぁ、あ、実際に予告 PV を公開することは可能なのかというお話なんですけども、刀鍛冶の里編の時はですね、テレビアニメ化決定から約2ヶ月で第一弾 PV っていうのが公開されております。まあ、そのことを考えると、まあ、刀鍛冶の里編って、まあ、柱稽古編よりも2倍以上長い編なんですよね。 で、約2ヶ月で、新予告 PV っていうのが公開されていたことを考えても、今回、柱稽古編の第一弾 PV が解禁されるのは、全く不自然ではないんですよ。 はい。で、まぁ、あ、公式さんのイベントっていうのが、まあ刀舵の里編放送以来、まあ初めてなのかなうん、今回初めて、えー、ステージっていうのが、まあ開幕されるので、まぁ、さすがにね、うん、最新情報というか、まあ PV の公開はあるんじゃないかなと思っておりますね。で、まぁ、あ、具体的にはですね、まあこの刀鍛冶の里編のステージの、まあ最後で、 うん、最新情報プラス、え柱稽古編の、まあ、第一弾 PV っていうのが、まあ、解禁されてくるんじゃないかなと、まあ、いうふうに思っておりますね。はい。まあね、柱稽古編、現段階テレビアニメ化決定のみだし、まあ、このね、 pv の、まあ、本編の内容も、原作のね、扉絵をそのままアニメ化本編に落としただけですので、まあさすがにね、うん、こう柱稽古編のアニメ本編映像というか、うん、そういったものを使った pv っていうのが、まあ、解禁してくるんじゃないかなと思いますね。はい。 てな感じで、まあ、29日に、えー、最新情報っていうのがいよいよね、えー、解禁されてきそうですので、いや、非常に楽しみでございます。はい。ということで、皆さん高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、皆さんまた次回の動画で、お会いしましょううっば